にちは。こんにちは。明るいがんのお話の時間です。ご案内役のペタこと中上美智子です。そして食の伝道師、管理栄養士でいらっしゃいます野田京子先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、京子先生、はい、いろいろと食物のグループについてお話を伺ってますが、はいはい、その次に来るグループというと何なんでしょうか。5群と6群なんですけれども、はい、この5群と6群っていうのはエネルギー源になる食品なんですね、はい、で5群っていうのは、はい、糖質性のエネルギー源、糖質性、はい、ご飯とかパンとか麺とか芋、砂糖類も入るんですね。なるほど。でこれは食べたら1時間15分ですぐエネルギー源になります。早いんですね、エネルギー源。早いですね。で今度は第6群っていうのは持続性のエネルギー源で、はい、油脂類とかそれから油の多い食品、例えばドレッシングとかマヨネーズもこれになります。で肉類でも、はい、バラ肉ってありますね。豚バラ美味しいですね、はい、赤と白がこう、ね、あの肉っていうのもこの第6群になります。先生、美味しいものはお茶なんですけど、脂肪と糖でできているなんていうコマーシャルもある通り、はい、美味しいものが多いですね。でやっぱり現代社会はこの5群と6群っていうのはやっぱり過剰ですね。あ、たくさん取りすぎちゃう、はい、考えてみるとですよ、ポテトチップス、はい、このポテトチップスっていうのは5群と6群も合わせた食品じゃないですか。美味しいですよねでお腹が空いたら何を食べます？はい、熱いスナックとか食べてしまいますね。ですよね。スナック菓子とか、はい、それからラーメンとか、はい、全部この5群と6群なんですね。でこの5群と6群っていうのは、はい、必要量っていうのがあるんですけれども、はい、だいたいお茶碗に軽く1杯ぐらい、あ、この、まあ、100g なんですけれども、具体的な数値を言えばこの数値っていうの、 100g っていうのは脳のエネルギー源になるんですね。だけど、これ以上のものを取ると、はい、今度は体の中の皮下脂肪になってしまうんです。あ、取りすぎると皮下脂肪、はい、大敵ですね、皮下脂肪、まあ、それが延長すると太りすぎになるということになるんですね。なるほど。だから今現代社会で例えば糖質、低糖質とか、はい、ありますよね、はい、そういうのはそこから来たんですね。私もがんを発病した時に、はい、糖質が多かったんでしょうか、はい、摂取量が、はい、だいぶ太ってました。今だんだんこうスリムになってきましたね。それはやっぱり1日にお茶碗このぐらい、そうですね、軽く1杯ぐらいですね、はい、で油なんですけど、はい、油はだいたいカレースプーンがありますね、はい、あれで1日2杯分ぐらいなんですよ、はい、でもなんか料理っていうのは揚げ物で多くないですか。あ、揚げ物多いや。そういったところにも気をつけられるといいですね、はい、この番組をご覧いただいている皆さん、どうぞこの先生にですね、こちらの先生に質問などございましたらメールでどしどしお寄せください。こちらの方待ってます。